どうも、アバンティーズの空とリコと鶴瓶です。はい、長らく動画を上げられず、視聴者の皆様にはご心配をおかけしてすみません。申し訳ないです。はい、まあ、今回上げられなかった経緯をちゃんと話したいなと思い、この動画を撮っています。はい、まず結論から申し上げますと、メンバーである釣り目が新型コロナウイルスに感染してしまい、動画撮影の自粛を行っていました。まあ、現在釣り目は回復して退院条件を満たし、自宅で経過観察をしている状況ですが、まだ退院したばかりであることと、まあ、体調が万全ではないということで、最新の安全策をと考えた結果、このような形でのご報告になります。一応保健所からは指示のもと、感染のリスクがあったのはアバンティーズのメンバーである僕ソラとリクオと、あとスタッフであるアユ、そして太郎アゲアゲだったので、保健所からの指示のもと、一定期間自宅での自粛を行い、また PCR 検査を受けた後結果陰性だったので、その点は皆さんご安心ください。はい、ですね、まず最初に皆さんご心配をおかけして申し訳ございません。まあ、外出も感染対策を行った上でしていたのですが、感染してしまいました。はい、で、経緯を説明しますと、まあ、急に体調が悪くなり、熱を測ったところ、まあ、39度の発熱があったので、まあ、病院で検査をしたところ陽性反応が出てしまいました。まあ、その時にですね、医師と相談した結果、入院することとなりました。まあ、その後特に重症化することもなく回復に向かい、退院条件を満たしたので、今現在自宅で経過観察を行っています。実際に感染して分かったことは、感染予防をするのはもちろん、体調に異変があったら、まあ、すぐ相談した方がいいかなということです。まあ、その時にですね、まあ、僕もそうなんですけども、まあ、その熱が出た時にパニックになっちゃったんですね。熱が出てその次どうしたらいいんだろうっていう感じになってしまうので、保健所や病院の連絡先を事前に調べておいた方がいいと思います。はい、まあ、そうですね、現時点では釣り目が退院して、一応その各メンバーも指示された自粛期間は終えているんですが、その釣り目が退院したばかりでまだその体調が万全でないのと、まあ、何分未知のウイルスなので、その完全にね、感染のリスクがないとは言い切れないので、まあ、通常の動画再開はもう少々お待ちください。まあ、その何はともあれ、そのみっくんがこうしてやっぱその特に重症化もせず、ちゃんと無事にね、これで退院できたことがもう本当に一番、まあ、良かったなっていうことなので、まあ、その皆さんにね、ご心配をおかけしてしまいましたが、まあ、僕たちね、いろいろ完璧なね、動画再開に向けて、頑張っていきたいと思っているので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、その皆さんもね、この動画を通して、その改めて自分のその感染対策を見直していただけたらいいなって思ってます。まあ、ちょっと重たい話にはなってしまったんですけれども、まあ、僕たちはちゃんと元気に今こうやって次に向かっているし、まあ、これからも面白い動画をたくさん撮っていきたいなと思うので、今後とも皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、アンティーズでした。バイバイ。バイバイ。